はい、どうも尾形ジュエリー担当プロデューヌのテクタンと申します。はい、クリスマスの国画社来ております。はい、ということでアイドルちゃんを早速見ていきましょう。まあ、軽く紹介していく感じで、はい、1人目ホワイトスノードール白坂小梅ということで、小梅ちゃんは急病中確率のライフ回復。はい、スイートハートロマンス五十嵐京子ということで、京子ちゃんは急病高確率のユニゾンアンサンブル。はい、そして3人目フリータイムクリスマス北見ゆずということで、ゆずは7秒中確率のオーバーロード。そして S レアにはホーリーリゾートナイトトトキアイリーということで、トトキンが来ております。はい、そして2年前のガシャを見ていきましょう。聖夜の約束三船美優ということで、美優さんがクールプリンセスフォーカスで来ております。はい、そして2人目、キラピカホーリーナイト城ヶ崎リカということで、リカちゃんは7秒高確率のライフスパークルで来ております。はい、そして S レアはワンダーホーリーナイト今井カナということで、カナちゃんが来ております。はい、そして3年前になります。はい、カレイドスノー本田美桜ということで、美桜ちゃんは9秒高確率のパッションフォーカスとなっております。はい、そしてその次は我らが担当メリーメリーホワイト尾形チエリということで、チエリちゃんは6秒中確率のオーバーロードで来ております。はい、そして S レアにはクリスマスドール佐城ゆきみということで、ゆきみちゃんが来ております。とね、まあちょっと駆け足で性能のお話だけしていきました。はい、で衣装をじゃあ軽く見ていこうかな。はい、コウメちゃんはね、白い雪のねお姫様みたいな感じの衣装となってます。はい、そして京子ちゃん、京子ちゃんはピンクのねふわふわな感じで、すごい淡い感じの色合いの衣装となってます。はい、そしてゆずは雪だるまのフードをかぶった雪だるま風の衣装となってます。ピニャのリュックが可愛い、あれグッズ化してほしい。はい、そして2年前のやつ行きましょう。はい、みゆさん、この年がねめちゃんこクリスマスらしい衣装で、このみゆさんもねこのリボンとかがすごいクリスマスっぽくてね、なんかクリスマス感のあるドレスになっております。はい、そしてリカちゃんもねめちゃんこクリスマス感がある赤のね、サンタさんまでは言わへんけど、そんな感じのね衣装となっております。はい、そして3年前です。ここがもうメモリアルに次入るんかって思うと、なんか早いなって思うよね。はい、ミオちゃんは大人っぽい赤のドレスに白のコートを羽織っている衣装となっております。はい、そしてチエリちゃんはふわふわな感じで、白を基調としたピンクのワンポイントとかがあるような感じの衣装となっております。ちょっとね、担当ひいきでちょっとめっちゃ見ちゃうけど、いやこの衣装めちゃんこ可愛いんで皆さんおすすめです。すごい私服風な感じでね。でチエリちゃんの衣装って、チエリちゃんの衣装結構ベース生地的なんが多くて、ふわふわなね厚手の生地の衣装とかっていう感じのってあんまりないんやけど、いやこれはそんな感じの衣装になってるし、ツインテもちょっとね低い位置で、まあ、ベレーも可愛くて、いやめちゃんこねおすすめなんでぜひどうぞっていうね、ちょっとひいきで紹介してみました。はい、特技とかでやっぱり気になるのはフォーカスですよね。みおちゃんだったりみゆさんのフォーカスとか、まあ京子ちゃんのユニゾーンも強いですよね。そして7秒中確率のおばろのゆずも気になるところでございます。はい、所持率の話をすると、確かなんですけど S レアは全部持ってたと思います。で、ここのガシャはもう全員持っています。なので昨日ここの納税は引いておりません。まあ、今日はねちょっと記念で引いていこうかなと思うんですけれども、はい、ということで引いていきましょう。結構ねクリスマスっぽさがね出てる衣装がめちゃめちゃ多かったりするんで、欲しいよね、揃えたくなっちゃう。ということでじゃあ引いていきましょう。はい、いや
でも復刻ガシャなんで、復刻ガシャってことはプライズもあるから、そこに期待するもありだと思うんですよね。はい、6等です。はい、じゃあ引きましょう。なかなかね、まあロードは入らないですけれども、はい、エスレアも出ないですけれども、冬っぽい衣装で来たんですけれども、残念ながら限定アイドルちゃんではありません。そして6等でございます。1等出てくれへんかな。貪欲に行くよ。はい、チエリちゃん、チエリちゃんが出てもすごく嬉しい。もうすでに持ってるけど、持ってるけど出てくれると嬉しいということで引きましょう。はい。はい、あ、でもロードがない可能性もあるんか。青封筒ですが、はい、エスレアでした。すごい、さっきのさ、ロード画面でもさ、ライラさんやったし、ここでもライラさんやし、ライラさんが弾けるよっていう、そういうロード画面やったってことね。なるほど。あ、こと、ちょっと多め嬉しい。はい、じゃあメモリアル行きましょうかね。こっちでエスレア弾けたんやけどな。はい、メモリアルセカンド始まってからメモリアルで SS レア引いてない、まあ、といっても納税しかしてへんけど、確かに納税しかしてないけど、あ、間違えました、こちらです。でもたんまには引けてもいいんじゃない。はい、ロードありません。ちっともロードなかったよ。これぐらいロード出てもいいんじゃない。これ限定まで温めとけって感じかな。はい、ということで、まあ、今回はクリスマス復刻の紹介になります。いや、かわいいでしょ、かわいいでしょ、ぜひ弾いてください、皆さん。はい、ということでね、今年のクリスマスのガシャのアイドルちゃんも予想して考えてはいるんですけれども、全く自信がありません。まあ、いつものことやね。こちらのガシャ11月30の11時59分までということで、また12時に切り替わりです。はい、まあ、フェスがあるのかないのかはね、まあ、29日にきっとわかるということなんでね、ちょっとフェスの予想はちょっと今は何も考えずにクリスマスのことだけ考えようかなと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。